はい。皆さん、こんにちは。おなすの誕生日占いへようこそ。では本日も有名人を占っていきましょう。はい。では本日は、綾野剛さんを占っていきます。はい。じゃあ、先日気になるニュースが入ってきました。えー、所属事務所が、まあ、誹謗中傷の投稿をしている方たちを、まあ、今後、訴えていきますよう覚悟してくださいね。という内容の文書を公表されたということですね。まあ、これによって、まあ、某がなんとかさん 等の、まあ、誹謗中傷の、えー、投稿に近いものをしている、まあ、方たちへの、まあ、抑止といいますか、まあ、そういった効果を、まあ、狙われているということなんでしょうねでちょっと気になりましたので再度綾野剛さんを占ってみようと思います、まあ、あと綾野剛さんの下半期ですね今後 入ってきますので、まあそちらも占っていこうと思います。はい、で、まずプロフィール。綾野剛さん、1982年の1月26日生まれですね。え、日本の俳優で有名ということです。まあ、イケメンで有名ですね。やっぱり40歳でイケメンってすごいですよね。だいたい40歳で、40歳って言ったら普通おじさんなのでね。もうその時点で羨ましいんですけれども。で、現状は、今年の綾野剛さんは運気が現状どん底に落ちているっていう、 時期ですので、まあ、表立った行動っていうのは絶対取らないでほしいんですが、まあ、やはりまあこれだけのね、えー、まあ誹謗・中傷に近いことをまあされている、うん、まあ事実なのかどうなのかちょっと分からないのですが、なので、やはり事務所が動いたということですので、まあ、これはおそらく綾野剛さんの意向というよりかは、事務所の意向だと思いますので、もう,もう事務所に。 綾野剛さんが委託したということならば綾野剛さん自身から何も言葉を発する必要はないと思いますのでというかあまり言葉発さない方がいい方がですここから2年間ですとりあえずで特にこの下半期これから、まあ、7月から入っていくんですがここでもし綾野剛さんがまたちょっと表立ったこと言動を起こしてしまうと より深刻化してしまう可能性が高いので注意してくださいでおそらく、えー、ガーナントカさんと事務所が今後争う可能性がもしかするとあるのですが、まあ、そちらも今後は、ね、動画で投稿していこうと思うのですがかなり長引くんじゃないかなということは、まあ、簡単に予想はつきますよねまあ泥沼化する可能性の方が高いと思いますので まあ今後長くもしまあ裁判等がこの問題が続いていくのであればもうまあ続かなくてもまあ綾野剛さんはもう今回起こったことはまあ忘れる勢いでもう知らんぷりして過ごされた方がいいと思いますでガーナントカさんにまあ情報を出された、まあ、真実なのか真実ではないか定かではないものを情報を出されたっていう時点での 綾野剛さんの運勢時期的にもあの一番落ち込みやすい時期だったので,で特に綾野剛さんっていうのは性格面でかなり焦ってるはずなんですよねあの気は弱い方なので焦っている状態だと思いますので、まあ、それをまあ事務所が今守りに来ているっていう状態だと思いますなのでもうあとは事務所に任せてでガーナントカさんと、まあ、あとはしかるべきところで 決着をつけていくんじゃないかなと思いますので綾野郷さんは少なくとも今後2年程度はあまり表だった動きはしない方がいいです今目の前にある仕事に集中するようにしてくださいコツコツやるようにしましょう今運が悪い時は焦りやすいです特に焦りやすいですしっかりと休息を取りながら次の幸運期を目指してほしいなという段階に来ていると思います あと2、3年程度は辛抱していってほしいなというところですね。頑張ってください。はい。ではこのようにですね、おなすの誕生日占いは、今話題の時事ネタや有名人を占っていきます。この動画が良かったなと思う方は、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではまた。